ご乗車ありがとうございます。西川、そろそろ定期券ラッシュだから目を凝らしてしっかり見とけよ。わかりました。ありがとうございます。あざます、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 あざます。ちょっとお客様、定期券昨日で切れてますよ。ああ、そうだった、すいません、忘れてました。窓口ですぐ更新もお願いします。わかりました。先輩、みんな通り過ぎるの早すぎて僕何にも見えなかったですよ。俺はバッチリ見えたぞ。どうやってるんですか。野球やっとったからな。そうなんですね。プロ目指しとったからね。普通に130キロとか取っとったし。そうなんですね。そうそうそう、ピッチャーもやっとったしな。普通にピッチャー返しとかも取っとったし。だからな、しっかり見えるんや。野球ってすごいんですね。そうそうそう、だからもっと速くてもいけるけどな。いや、僕には無理ですわ。ちょっと途中下車させてくれ。ちょっと体験しますね。あー、ごめんなさい、この切符だと途中下車できないんですよね。なんでだよ。100キロ以上の区間でないと途中下車ってのはできないんですよ。待て待て、すぐそこのちくわが買いてえだけなんだよ。これは会社のルールになっておりますので、もし降りられるようでしたらここで切符は無効になりますね。なんだよそれ、ここのちくわが食いてんだよ。お前の地元だろ、ここのちくわせっかく食いに来たのによ。確かにここのちくわはスーパーとは違って歯ごたえと食感が最高ですよ。でもごめんなさい、この切符では途中下車ができないんですよね。おい、宣伝してんじゃねえかよ。ちくわ食わせてくれよ、ちくわ食いてんだよ。そう言われましてもルールですので。おい、そこの兄ちゃん。え、何ですか。お金渡すからよ、そこのちくわ買ってきてくれよ。ああ、いいですよ。何本ですか。これで買えるだけ買ってきてくれ。そんな食いたいんだ。お兄さん、これはどういうことだ。お客様はどうされましたか。エスカレーター乗ってたらな、左に寄るって言われたんだよ。そうですか。俺の街は右側だぞ。これどっちが正解なんだよ。一応関東が左側で関西は右側っていう感じですかね。俺いつも思うけどよ、それもおかしいと思うんだよな。不思議ですよね。だってエスカレーターは歩くなって言ってんのに片側を開けるっていうのがおかしいんだよ。そうですよね。ただお急ぎのお客様もいらっしゃいますので、皆様にはご理解いただいております。なんだかな、右か左か真ん中かはっきりしてほしいもんだよ。そうですね。兄ちゃんはどっち側だよ。左。